海道渡るスタッツでブライネになってしまう。遠藤、リバプール行ってからパスセンスめちゃくちゃ上がってるよな。キーパスさんは普通にすごいよな。アシスト1ぐらい欲しかったわ。遠藤、顔下がってるように見えるのに良いところパス出すんだよな。意味わからん。足元詰まった感じで絶妙なパス出すやつ前節でもやってたし、キックミスじゃなくてそういう蹴り方なんだな。スタッツで見たら遠藤のデュエル勝率低すぎない？見てて思ったが遠藤渡る、クロップ監督から絶対にイエローもらうなとか言われてそうじゃない？積極的ではあるが普段と比べるとデュエルが消極的。遠藤のデュエル勝率低いのは多分戦術なんだろうな。別に遠藤のところで取れなくてもファンダイクとかコナテ後ろにいるしな。どちらかというと攻めに繋がりそうなルーズボールを跳ね返しつつ前に繋ぐことできてるのがでかい。遠藤渡るありえないくらい中盤で安定してるし、タックルよし、ポジション取りよし、縦に鋭いパス出せてマジ完璧。まだまだ成長する30歳。